イレブンミュージック。クリスタルビズ、愛と勇気と夢いっぱいにアイマンズの奮闘記。2018年4月からもリニューアルしてスタート。メインパーソナリティは松本哲博。毎週火曜11時からの1時間、クリスタルビジネス情報番組、今年の前半ステージの最終日です。ビジネスにプラスワン、心を柔軟に、心をもっと敏感に、かけてたっていいじゃないか、そこを知ることから始めよう。さて、2018年チームクリスタルのテーマは未来へつなぐ。今の言葉、今の行動は未来へつなげるものですか？初心者マーク大きめをつけて、このままいったらきっと私は丸裸。人は等身大でいいんです。番組アシスタントはクリスタルビズのスタイリング担当、メグネです。キャプテン自らプライドも肩書きも脱ぎ捨て、新たな自分に進化中。勇気のかけらが集まれば夢への一歩が始まります。音楽大好きパーソナリティジェットです。今までの思い、煩い、すべて音楽に流し、流せ新たなステージに舞い降りちゃいました。おはようございます。いや、夏になってきたね。気持ちいい1週間がね、晴れてていいですね。本当なんかパーンとしてきたよね、はい、ねえ、もう6月最終日、はいはい、ね、まあ、業界で言うと、はい、ね、今年の第2クール最終日 で、 そうですね、もう今年の、ね、1年間で言うと折り返しです。早いねなんかバタバタしましたけどね、最終日ね、今日ね、前半ステージの今日は最終日ですってちょっとかっこつけたところでねそこでね、その前にガタガタアシスタント新庄なんか物落としましたね、はい、ガタンって。必ずやります。愛嬌で愛嬌ということでね、これがね、まあ、我々のチームということで、はい、お送りしたいと思いますけれども、はい、はい、もうね、装いも、皆さんの装いもね、今日もジェットも、はい、青のネクタイにブルーのシャツ と、はい、ね、爽やかですね、爽やかですね。マスパパも、うん、そう、みんなで買いに行った、見せたい、そうそう、みんなで買いに行ったパンツ、パッツ、今日はね、はい、ここ一誰も選ばないというね。そうですね先週ね、はい、番組の、男子チームと、いつものごとくメグネに連れられて、はい、行きましたね、はい、あのメンズファッションね、はい、紳士服屋さんなんですけども、はいはい、行きまして、恵比寿の、うん、ね、連れて行かれましてね、まあ、このね、メグネのコーディネートはね、うん、あのね、もう本当にね、こう本当ね、やっぱりこう専属スタイリストみたいな感じでね、うん、やってくれて、お店の人もね、ちょっとね、引いてましたよ。これね、面白いんですよ、皆さん。あのね、メグネとね、一緒に行ってね、まあ、男子いるんですけど、普通お店の人がね、いらっしゃいませとね、今日はどんなお召し物ね、どんな感じのもの、来ません。なんででしょうね、あれね。いや、多分ね、あのメグネのね、あのオーラは来れないなと思うよね。いや、うん、ありがたいんですけどね。ちょっとやっぱりさすがにね、はい、あのこのね、スタイリングのね、いやいや、とかあとカラーリングとかね、こういうのね、はい、こう専門家のエネルギーが、うん、こう店のね、店2階まであるんですけどね、2階ぐらいまでね、届いてましてね。そう、いや、でも楽しかったです、うん、ね、うん、あのいろんな色を、ね、楽しんでいただけて、ね、いやいや、本当にね、こうありえない。今日もね、初めてですね、多分松パパ生まれて初めてかな、こういう、そう、鮮やかな ね、 ちょっとね、青と緑の中間のようなね、そう、青と緑のね、中間のようなね、コットンパンツ、ね、そういうね、カラーのパンツを、ね、はい、選び、うん、後でアップしますか、これ、ね、そうね、見れるようにね、ラッキーなことにね、はい、ワンサイズしかないのに、そのワンサイズがぴったりというすごいびっくりな、そうすごい運を持ってるなって感じ、ね、うん、そうですね、そういうのもね、ね、メグネ持ってましたね。メグネが選ぶものね、もうね、測ったのかっていうぐらい、うん、あのね、シャツもね、パンツもね、一発でぴったりなのよ、うん、早いですよね。俺このサイズちょっと大きいかもとかね、うん、このサイズちっちゃいかもと思うんだけど、サイズ的にはね、うん、だけど、じゃあまあいいから履いてみてくださいよってやるとぴったりという、ね、そう、試着室から出てきた時にね、楽しくてね、うん、まあね、そんな形でね、はい、まあ、いわゆるね、その番組的にはね、はい、男前企画も進んでおります、はい、ということで、もう一つね、クリスタルではね、そうなんですね、企画といいますかね、はい、まあ、ちょっとバッチのね、はい、企画ですけれども、今日も我々もつけておりますけれども、いつも写真で出てるんですけど、うん、缶バッチをね、つけてるんですよね、うんうん、これうさぎのすごい離れ目のうさぎちゃんをうーちゃんと言いまして、うん、うーさんね、その隣に新しく入ってきた音符ちゃんっていうね、はい、あのワンちゃんが
があるんですけれども、うん、このバッジをメンバーがみんなつけてます、うんうんうん、目的はというと、うん、実はですねこの番組クリスタルは保護犬の、サポート活動っていうのをしてまして、うんうん、この缶バッジをね買っていただくことによって、うん、制作費以外のものは全部サポートの、うん基金になるということで、うん、まあ、簡単に言うとワンちゃんのご飯代ですかね、うん、そうですね、うん、保護犬を、うん、いっぱい集まったワンちゃんにご飯を、うん、出してあげるという、うん、活動をしております、うん、そうですね、で2個セットで、ね、500円、うん、まあ缶バッジコレクターの方にも、ね、うん、子供にもいいかなっていう感じなので、うんうん、欲しい方はね、クリスタルのホームページか、もしくは松パパのね、Facebook、松本哲弘、うんうん、Facebook、メッセンジャー直接。今日番組後にね、このバッジの写真あげるからね、はい、うん、そこにね、くれーってね、うん。ぜひぜひ、コレクトしていただきたいなと思います。はい。はい、ね、そんな感じで、今年の最終ステージですけど、前半戦のね、はい、最終ステージですけど、進行案内と参りましょう。はい、ヒストリービズからのスタートです。新しいビジネスのスタイルやチャレンジ、どんなお話が飛び出すのか楽しみですね。コンシェルジュのコーナーは5分間のお披露目タイム、毎週素敵情報をお届けします。そして後半11時40分頃に独立開業の知恵袋、獅子塾塾長五十嵐和也さんの先生業に聞きたい放題を知恵の場オフィスよりお届けします。クリスタルビズのスタートです。さあ、ね、曲の方行きましょうか。はい、ジェット、今月は、懐かしい CM 特集をお送りしてきましたけども、うん、今週はですね旅の CM、 旅の CM、 旅、はい、これもね、うん、JAL とか、はい、ANA とか JR とか、うんうん、いろいろ沖縄のキャンペーンソングとか、もうその CM の映像が浮かぶよ、うん、ね、そうなんです。これもね名曲が多いんですけどね、うん、たくさんお送りしたいんですけども、うん、本日の1曲目はですね、これも松パパとかドストライクだと思うんですけど、うん、杉山清貴とオメガトライブで二人の夏物語。来た、抱いた。
ヒストリービズ、そのビジネスにハートはあるのか。ごめんなさいね、今ホッとした感じでね、本当にすみません、はい、皆様はい、今日のヒストリービズはということで、はい、ね、今日はオープニングから言っておりますけれども、はい、うん、前半ね、今年のね、はい、早くも前半ステージの最終日ということでね、はい、早いね、まあ、今日はね、早いね、よかったね、こうやってね、はい、運行情報を読んだりとかね、まあ、こういうふうにこうラジオに関わり始めて、はい、皆様また、うん、お聞き苦しさを30秒前に言われてね、さらにね、はい、まあ、ステージの、まあ、ちょっと振り返りという、はい、ことだったりとかしまして、はい、で、番組のオープニングでもお話をしておりますけれども、うんうん、今年のクリスタルのテーマは、はい、未来へつなぐと、うん、ね、そうですね、はい、メクネーが、ね、言ってくれてますよ ね、今の言葉、今の行動は未来へつなげるものですか、はい、というね、ここから始まっておりまして、うんうんうん、さあどうでしょう、お二人様、ね、はい、今年の前半ステージ、まあ、いつも毎度あっという間といえばあっという間なんですけれども、そうですね、どうでしょうね、またそのラジオに関わって2018年の前半というのは、うん、そうですね、うん、僕はなんかいろいろ企画とか音楽もなんか、はい、やらせていただいて、うんうん、なんか本当に音楽に触れる機会が増えて楽しかったです楽しそうだものね、楽しそうですよね、もう脱力系で脱力系で本来だってやりたかったことだもん、うん、ね、そうなんですよ ね、曲送りとかやりたかったね、やれたいいな、ちょっと今日緩い感じのジェットさん、ね、いいですねめぐねえはな、そうですね、うーん、未来へつなぐ、うん、今ね模索中なんですよね、うんうんうん、いいですか、うん、ぶっちゃけで、いいよ、なんか、うん、すごくね、私の性格すごいちょっとつ盲信だったんですね、うんうん、もうこれが良ければここ行くみたいなね、うんうん、それをなんかね、淡々とちょっと落ち着いてみようかなっていうのが出てきた部分もあって、うんうんうん、うん、どうだろう、私自身は、まあ、自分がねスタイリングの担当の企画をやらせていただくことで、うん、もっと深く説明できたらいいなっていうこともあったので、うん、まあ、番組出させていただきながら自分自身が結構勉強の時間に今は時間を割いていて、うん、色の勉強をそれこそついてやらせていただいたりとかはしてるんですけど、うんうん、はい、なるほどね、そうですね、でも結構、うん、ね、こういろんな番組のコンシェルジュさんの中でもね、はい、今年ラジオを振り返ってって言ってくれた人もいたけど、うんうん、なんとなくさ、はい、やっぱりこう、まあ、話していることと、はい、まあ、自分が話していることを客観的に見るじゃないですか、はい、まあ、まあ登録を聞いたりとかね、うんうん、その後ねオンエアを見たりとかってすることで、はい、なんとなくこうもう一人の自分が見てるような感覚が、あ、そうですね、それはありますね、自分がやってることね、今ね、めぐねえはちょっとつ盲信とか、そうそうそう、そういう自分をなんかこう見れるようになったりとかさ、うんうん、話し方のソフトでもすごくね、うん、自分ってこんな風にこう前のめりだったんだっていうのも、うんうん、この登録を聞くことで気づくこともあったので、うんうん、それはすごく勉強になりますよね、やっぱりね、うんうん、そうだね、はい、あとね、どうでしょうかね、まあ、前これはもうラジオ始めて毎度言ってるんですけど、こうやって言葉にすることでしょ、うん、まあ、仕事でもあるので、うんうん、はい、まあ、お話をして言葉にするので結構、まあ、ぶっちゃけ叶うよねって感じ、なんかこう行きたい方向にその叶うっていうか確実になんかそっちに進んでるなと、こう自分がなりたいこととか、うんうん、ああやってみたいな、こういうふうなことをやれたらいいなとかって思うことを、うんうんうん、言葉にするとね、うんうん、本当になんかこう結果ちゃんと具体的にいろんなことが起こるんだけれども、うんうん、なんかこう叶うのかなっていうのが毎度実感がありまして、はい、うん、でこれラジオ生活を重ねれば重ねるほど、はい、まあ、この確信は強くなってるというのが、うん、まあ、まずこなんですけれども、これはラジオだからなんですかね、ラジオだからか、どうだろ う、ラジオだからかな、ラジオだからなのかな、まあ、まあそのまま まあ、ありのままっていうか、はい、まあ、今もこうやって話していることも、ね、うんうん、まあ、ぶっちゃけ台本もなしで、うん、まあ、こう自分が思うまま感じるままに話しているわけなんですけれども、うん、それを言葉にすることってないじゃない、はい、なかなか、まあ、例えば、うん、気の置ける人とか、うん、ね、親友とか、ね、まあ、親かもしれないけど、うん、まあ、そういう中ではあるかもしれないよ、うん、だけどそれをその公にね、こうみんなの前でもうこう自分が感じていることを思っていることをありのままで話すっていうステージは、うん、これは
でも本当にそのラジオ独特の、まあこううん、ステージなのかなって、この距離感ね、それそうですね画像がないからこそ、うん、結構生で喋って、うん、あこんなこと言っちゃったみたいなこともあるじゃないですか、うんうん、だからそれはあるかもしれないですね、うん、あそうね、僕ねあれ知ったかぶりしなくなりました、知ったかぶりしなくなった、うん、なんかこれこれ知ってますって言われたら、うんうん、知らなくてもあああれねって 言っちゃってたんですよ今まで。だけどラジオでそれ言っちゃうと、うん、そうね、こうシャレになんなかったりするじゃないですか、はい、うん、私逆にだんまりになっちゃった、うん、あの知らないことだから聞けなくなってだんまり、そうそうそう、最初ねだらだらと結構ね食い込んでたのがね、食い込んでたのが、うんうんうん、ねえ、はい、まあ、聞く力をあの学ぼうと思ってる段階でもあるんですけど、うんうん、言ったように知った顔をしてるとなかなか食い込んで言った時にボロが出そうで、うん、そう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 、なので知らないも知らないって、うん、そう、あの知らないという勇気ね、そう、はい、そうだよね、これね大人になってさ、うん、その知らないことを本当に知らないんですっていうのって、うん、結構そのやっぱり体裁とか恥ずかしさ、ね、うん、そうそうそう、この年になってとかあるから、うん、なかなか意外に大人になってできないんだよね、うん、だ確かにね、こうまずもそう一番最初にやっぱり一番こうそれこそさその、うん、まあ、プロデューサーね、大プロデューサーね、大神からさ剥がされたのはね、うん、やっぱそれだよね、うん、そう、でそれがやっぱりその大人の世界になって、大人になってこういう世界もあるんだって知ったのが、うん、あのラジオでもあったかな、うんうん、でやっぱりそこを知ったのがその、まあ、我々ね今これもクリスタルビズということで、うん、クリスタルという冠をつけて、はい、まあ、番組をねお送りしてるんですけれどもね、はい、まあ、そのクリスタルという、まあ、その独自のラジオのスタイルっていうのをこう知った時にね、うん、あこういうことでやっていけるんだ、うんうん、で今度はそのラジオで、これはラジオの世界と自分の例えばお仕事の世界とか分けてた時があるんだけれども、うんうん、それがね、あなんだこのラジオのスタジオ飛び出してから自分が仕事でやってたステージでもその場所でも、うん、あそれでいいんだっていうのをこう気がつくんだよね、うん、そこまではあるよ、いろいろ葛藤がやっぱりその、はい、どうしても前の癖でさ、うん、なんかこうやっぱり知ったかぶりしたりなんか少しこう、うん、なんだろう肩書き重視でね、はい、うん、立ち回ったりしたこともあるんだけれども、うん、やっぱり結果それが、うん、なんかちょっと居心地が悪くなったり、うん、それこに対して自分自身が違和感を感じてくる、うん、前昔は当たり前にやっていたんだことなんだけれども、うん、でそれが大人だ、それが仕事だ、それが社会だと、うん、思って自分が育ってきたつもりなんですけどね、うん、うん、なんかそれが、うん、こうどんどん、うん、こうなんだろう、剥がされていくというか、わかる、なんか、うん、今まで着込んできたものをなんかね、わかる、脱いでってる感じが表情にも変わってきますよね、うん、それはね、そうですよね、はい、まあね、そういうのがね、はい、まあ一つもね、まあまあ、前半の振り返りであり、うん、ね、まあ、これからのちょっと番組のね、まだ初心に戻ろうという宣言でもございますが、ね、下半期いこうかなと思います。うん、はい。今日の、クリスタルビズは、まあ、前半の振り返りということで、はい、メンバーでお送りしました。では、ジェット2曲目いきましょう。はい。2曲目は、アナの沖縄キャンペーンソングですかね。うんうん、森高千里さんで、私の夏。
コンシェルジュさんのコーナー、5分間のお披露目タイム、毎回素敵情報をお届けします。今日のコンシェルジュさんは、最初は展示会営業コンサルタントの清永健一さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、展示会営業コンサルタントの清永健一です。出た、このね、左のこの赤い輪っかが展示会の点と書いてますけども、はい、さあ今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日はちょっとね、あのプライベートの話なんですけどね、うん、ゴルフ、ゴルフじゃ今日はなくて、だって、はいはい、はい、僕奈良出身なんですよ。でこの前、うんうん、久しぶりにこう奈良公園を、まあ、ゆっくり歩いてたんですね、一昨日か、うんうんうん、で奈良公園が何思い出されますでもだって奈良公園、私も行きましたけど、はい、もう奈良公園行ったら、はい、あのあれですよ、あの鹿あいつですよね、鹿、そうなんです、もう、はい、鹿がすごいですね。そうなんです、うん、でね、その鹿を見てると、うん、僕は面白いことに気づいちゃったんですよね。ほうほう、奈良公園の鹿と、うん、実は展示会で成果を出す秘訣っていうのがぴったり符合するっていうことに気づきましたね。奈良公園の鹿と展示会営業のコツがシンクロするんですか。そうなんです、あのね、鹿めっちゃ賢いんですよ。めっちゃ賢くて、そうなんです、まずね、奈良公園の入り口の鹿いるでしょ、うん、あいつらはこう、まあ、展示会的に言うと、うんうん、いかにブースに立ち寄らせるかという舞台なんです。あ、なるほどなるほど、ならいいよって、鹿せんべいいよ、鹿せんべいね。でまずあのちゃんとお参りして、あのお賽銭 でお守りはあそこありますってね、お土産はこちらでみたいな。で、まあ、どこまで観光客がお金を落とすかというのはこれも鹿にかかってるわけなんですよなるほどなるほど。でもう入り口の鹿いうのはもう人懐っこくでね、うん、どうなのって触ってよってこう向かってくるんですよ。愛想いい、もうめちゃめちゃ愛想いいです、めちゃめちゃ、まあ、鹿せんべい持ってないとちょっと冷たくしていきますけど愛想いいですね、だからブースにどう呼び込むかという係なんですよ。でね、うん、次に、まあ、例えば春日大社ってあるんですね、うんうん、奈良公園のすぐ横にこう藤原氏の氏神のこう春日大社というでかい神社があって、うんうん、でそこの参道って結構長いんですけど、うんうん、その中間ぐらいにいる鹿はめっちゃ恥ずかしがり屋なんですよ、うんはあ、人に慣れてないんですよね、はあはあ、近寄っていったらちょっと逃げるぐらいの、うんうん、そういう奥ゆかしさを持ってるんですよ。これはブースの中で見せたいものを見せる人の係なんです、うん、あ、いいですか。なるほど一回呼び込んだら、うん、あとはあんまりこうこっちからグイグイ行くと、うんうん、うわ売り込まれてるって思うからちょっと引く必要がありますね、うん、参道の鹿はそれをやってくるんです。なるほど、すごいないですか。すごい役割分担できてるんです、ね、そうなんです、そうなんです、一回ブースに立ち寄ったらね、はい、うん、そうなんです。でしかもですよ、うん、でそしたら次どうなるか、うん、まあ、今ブースに立ち寄りました、うん、ああそして、うん、興味を持ったらあとは引き営業をしながら伝えたいことを伝えましたですね、うんうん、で最後これで終わってはいけません、うん、次に展示会で大事なのはしっかり印象に残して次につなげること。なるほど、ね、これが大事ですよね、うんうん、でちゃんと鹿その部分もやってるんです。それ担当する鹿がいるんです。いるんです、いるんです。春日大社をこう参道行きますね、うん、で本殿というのが現れます。そうです、はい、本殿に来たらやっぱこう、はい、撮りたいじゃないですか、うん、写真を撮りたい撮りたい、ね、うん、そこにいる鹿はなんとポージングをしてるんですかっこよくね立って動かないんですよあいつら。さあ今撮れよ今撮れよ今撮ってこの奈良を収めろよ、うん、そしていろんな人にこの奈良の良さを伝えろよっていう
係をね、まあ、いわゆるあのインスタ映え担当するような鹿がいるわけですね。そうなんです、うん、そうなんです、どうやら人間界でインスタというのが流行っているらしいと、うん、俺たちそれをやっていこうじゃないかって、多分鹿界のこうミーティングがね行われてたんやと思って、なるほど、っていう、 こう完璧なこの分業システムを作っているということに僕気づきまして、うんうんうん、これは展示会とまさに一緒であると、まあ、奈良という巨大な展示物をこう やってる係員なんですね、鹿っちゅうのは、うんうんうん。という恐ろしいことに気づきまして。そうか、恐るべし奈良ですね。ねえ。って思いまして、ちょっと奈良が誇らしくなりました。なるほど、なるほど。いや、でも確かに、はい、あのね、奈良に行った経験があるだけに、はい、自分が行った時の奈良と、はい、こう考えると、よくよく考えるとそんなシーンがあったよなっていうのがありますよ、そうでしょう、うん、はいはい、なるほど、いや今日はね、そのね、奈良のね、鹿の役割と展示会のコツみたいなことでお話をいただきました。はい、はい、いやいや、もうでもさすがですね、はい、またまたあのこのコーナーではね、あの清永さんにね、その展示会のコツをね、はい、ね、もう普段だとね、皆さんがお金払って聞いてる内容を大盤振る舞いしていただいているということで、また引き続きよろしくお願いいたします。次回もよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございます。なるほどね、いやいや、あのね、実際にね、思い出しましたよ、あのね、奈良公園のね、鹿はね、あのね、鹿がねついてくるんですけど、なんかこう押されてね、売店に行ってる気もする。うん、なんか奈良公、そうだな、奈良公園、鹿にがどんどんぐいぐい来るから、なんか餌買うとこに追い込まれたりしてる気がする。うん、思い出した。さすがです、清永さん。はい、お二人目いきましょう。はい、お二人目は由美子さんです。よろしくお願いします。天使のティアラの奥方由美子です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、半年、今年もう経ちまして、うんうん、私のニュース何かなと思って考えてみました。はい、で、一つはラジオ。ラジオ。で、これはもう半年間頑張ってきたことで、うんうん、極意がつかめ始めました。極意が。はい。うん、で、二つ目が仕事なんですけども、うんうん、企業さんを通したお話や、うんうん、それからありがたいことにトヨタ自動車の50周年記念パーティーに、うんうん、ぜひ出てくださいってお話をこの間いただいて、ありがたく、はい、そういう9月なんですけど、うん、素敵な展開が待っており、うん、何よりも、うん、実は一番今回言いたかったことは、うん、何ですか？この3つ目にあるんです。何だと思いますか？うん、何でしょう？何だろう、多分当たってるけど外れたら怖いなって感じ。何ですか？痩せたんです。ですよね。はい、思いました。はい、あのこうやってあの毎回放送して、あのこうやってお顔をこう合わせているので、はい、あれと思ったんです。うん、それはいつぐらいに感じました？ね、先日ちょっと疲労で収録をして、その時にちょっと思いました。いや、うん、それでですね、うん、この間のまーさんとご一緒した時に、うんうんうん、あれ、なんか後ろから見たら痩せたとか言われて、うん、いや、そうかなと思って体重計乗ってみたら、うん、なんと、うん、何キロ痩せたと思いますか？わかりません。5キロ痩せてました。5キロ、はい、羨ましい。で、うちのあのトイプードルが 3.5 キロなので、このトイプードルよりも多くお肉がって思うとトイプードルちゃん、トイプードルちゃん、あ、そうすると大きいよね。いや、感動して、いやーで、はい、なぜこういう展開になったかというとですね、うんうん、この間あの6月17日の日に中村悦子さんが、うん、でっておっしゃる方がね、うん、本を3冊同時に、まあ、今2冊目が出て、うん、次3冊目が出られるんですけども、うん、その方の出版記念パーティーがありまして、うん、そちらにお伺いして、あのちょっと花束をお渡しするっていうお時間いただいたんですけど、うん、その時に悦子さんに会うたびに、うんうん、なでしこ会でご一緒なんですが、うんうん、あの私痩せるわよ、もう絶対綺麗になるからってすごいおっしゃられてて、うんうん、それに引っ張られたのも大きいです、うん、よし、私もやってみようっていうのもありました。うんうん、あともう一つはホットヨガです。ホットヨガ、はい、あ、これが秘密なんですか？はい、あの4月から近くにできたので、うん、あの週に2回とか3回行くようにして、うん、最初はもう全然ついていけなくて、はあはあ言って、ね、あのガソリン切れみたいにぐったりしてたんですけども、だんだんやってるうちに体力がついてきて、うん、いや、こんなに体が、あの終わった後の爽快感、
汗を出すってこんなに素晴らしいことだっていうのを今頃になって分かりました、うんうん、はい。で、それと一緒に犬との有酸素運動ですか、散歩もして、うんうん、そういうことも励み、体をちょっと元気にさせる方に頑張ってみました、うんうん、その結果5キロ落ちたと。そうなんです、ね、でも結構なんかあれですよね、こうライフスタイルの中でナチュラルですよね、特別にね。そうですね、こうなんかこうやりましたとかよりも ね、 こうね、ちょっとね、普通にね、はい、こう汗をかくように努めて、はい、ね、散歩だから歩いたっていうことですよね。そうですよ ね、 ただでもワンちゃんの散歩だとね、習慣になるからね、それは結構ね、こう継続するというか、ね、そうですね、うん、かもね。で、その運動を終えた後2時間っていうのはやっぱり食べたらいけないというので、そこは、ま、守りました、一生懸命。そこで食べちゃうと太るらしいんですね。そこそこ、うん、そこね、そこはちょっと意志の強さがいりますね、はい、うん、なのでよく寝て、よく遊び、よく学びっていうのは本当によく言ってあるなと実体験しました。で、もう一つすごいことが起こって、ちょっと病気な数字が出てたのが、なんと正常値に戻りました、人間トークで引っかかってたんです、1年半ぐらい、それが見事に、だからこういうことでなるんだったら、皆さんもぜひ散歩とかちょっとしたことで頑張ってほしいなと思って、このお話をさせていただきました。なるほどね、そうですよね。だ、今日もね、由美子さん拝見してそうですけど、そのお痩せになったそれだけじゃなくて、なんかこう快活で、その元気、そのなんかこう元気なこうエネルギーっていうか、オーラをいっぱい感じますよね。やっぱりその、そ、体調がいいっていうかね、やっぱそう、すごく健康が高まったっていうことなんでしょうね。はい、はい、ね、まあこれね、結構ベーシックなことですけれども、まあ大切なことですよね。はい、うん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。天使のティアラのお深田由美子さんでした。そうね、まあいろいろね、皆さんがね、まあダイエットとかね、まあ健康になるとかね、痩せるとかいろいろあるけれども、まあ結果ね、まあ当たり前のことを当たり前にしてないからっていうことだから、まあいわゆる生活習慣と言われる通りね。なので、まあいかに習慣を正しくするかっていうことかな、今の由美子さんのお話からちょっと学びますね。はい、では、3人目の方いきましょう。はい、中川瑞穂さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、こんにちは、取材する行政書士の中川瑞穂です、はい、おかげさまで、今日で、ラジオ生出演3回目を迎えることができました、本当にありがとうございます、はい、いつも楽しくさせていただいておりまして、ですね、この半年を振り返りますと、ラジオを出演させていただいたことによって、先ほどもメグさんがおっしゃってたんですが、自分を客観視するという大変恐ろしいことではあるんですが、ね、成長につながる本当に素晴らしい勉強をさせていただいています、ね、こうやってね、本番中でもね、ここのモニターにね、自分の姿が映ってますからね。そうなんですよ普通に生活してたらありえないことなので、本当にこういう機会をいただけていることありがたく思ってます、はい、今日もよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします、はい、ですね、今回取材する行政書士は、地元赤坂に戻りました、そして今日ご紹介させていただくのが、オゴオノロアハワイというハワイ料理のお店なんです。ハワイ料理のお店、はい、聞きたい聞きたい聞きたいですよね、今日のこの暑さにもぴったり、暖かくなるとハワイ料理なんか無性に食べたくなるんですけれどもね、もうそんな時にぴったりのお店なんですよ、で、ここのオゴオノロアハワイって、ですね、ものすごく家庭的ね、で、なんかね、懐かしい雰囲気がするんです。へえ、行ってみると、なんかただいまっていう感じでお店に入れちゃうような感じなんですね、そしてスタッフの方ももちろん大変フレンドリーで優しくって居心地もいいんですよ、でもちろんお味も本格的、ハワイのポケというお料理のコンテストでなんと優勝したそういうシェフがお料理監修されてますので、本格的なんですけど、なんかね、ただいまって言いながらご飯食べられちゃうような、そういう優しい美味しさがあるお店なんですね。で、ですね、ディナータイムに行くとつい長居しちゃいたくなっちゃうそういうお店なんです。居心地がいいんですね。居心地が良すぎちゃって、もう閉店なんだけどすいませんって言いながらお店をいつも出ているっていう、そういう状況です。で、ですね、今ランチタイムじゃないですか、
午後のランチタイムもすごいおすすめなんですよ、うんうんうん、ですね、うん、これはこのお店の特徴の一つであると思うんですけれども、なんとランチで出されるプレート、うん、全部3種類あるんです。それはあのサイズが3種類あるんですね、うんうんうん、S サイズ、M サイズ、L サイズが、うん、全部あるんですよ。だから今日はすっごいお腹空いてるからL サイズいっちゃおうとか、あ今日は4時から早めの食事会があるんだけどでもハワイ料理行きたいどうしようっていう時は S サイズいただいてもうすごく満足ないい気分になることができるんですね。なかなかランチでレストランに行って3種類のサイズを選べるところってないじゃないですか、うんうん、そうですね、なんかね、うん、こう S、M、L とかね、そうなんですよ、こう3サイズあるのはなかなかないですね、なかなかないですよね、うん、おすすめです、うん、その時の食欲や体調に合わせて選べます、うんうん、またですね、オゴはオコノラオノラハワイは、うん、今回ゴールデンウィークにお台場でのハワイフェスティバルっていうのに参加されまして、うんうん、そちらでは用意したケサディアっていうサンドイッチみたいなのがあるんですけど、うんうんうん、もう完売するほどの大人気でした。おお、ちょっとそれ魅力的だな。魅力的です、うん、ぜひランチもディナーも、うん、家庭的な美味しさを存分に楽しめる、うんうん、オノラハワイ、うん、赤坂にあります。皆さんぜひ行ってみてください。もうお腹空いちゃいましたなんかこの話してるとね、もうお昼前なんでね、はい、ちょっと食べたくなっちゃいますね。そうです、なんかロコモコとかのいろんなこう今ねお話聞きながらね浮かんだりしました。そうですよね、はい、ぜひ行ってみてください、はい、またね、どうもありがとうございます。好きな情報ね持ってきてください。はい、また来月もよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました。はい、取材する行政書士中川瑞穂さんでした。では続いての曲いきましょう。今日はね旅の CM 特集ということで、3曲目、小沢健二さん、僕らが旅に出る理由。独立開業の知恵袋、獅子塾塾長五十嵐和也の先生業に聞きたい放題。知恵の場オフィスからの公開収録でお届けします。獅子塾とは先生業が起業ビジネスを学ぶ場。ここでは獅子塾を卒業した塾生をゲストにお呼びして、起業成功の体験や秘訣、それだけじゃなくて言えなかった苦労や失敗談さえも聞き出して、独立開業のリアルなヒントを伝えていくコーナーです。こんにちは、獅子塾塾長五十嵐和也です。
今回は第2回というところで、前回とはだいぶ違うゲストをお呼びさせていただいています。今日も相方はですね、私塾講師の清永健一さんにお願いしています。はい、こんにちは。今日もですね、楽しくやっていきたいと思います。展示会営業コンサルタントで私塾統括講師の、清永健一です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今回のゲストはですね、個人投資家の困ったを解決する公認会計士の足立武さんです。足立さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。足立さんは公認会計士税理士というところで会計事務所を運営されているんですけれども、はい、それがメインじゃなくて公認会個人投資家に対してのサポートとか塾とかもされている、そういったことをされているんですかね。そうですね、会計事務所と、もう一つの柱として、個人投資家の方に今正しい株式投資のやり方を教えて、成果を出していただくような、塾をしているというところですね。なんかすごそうな肩書きが並んでますけれども、足立さんでもあれですね、その起業とか独立開業をしてまだ今1年2年ぐらいですか。そうですね、実質的にはまだ1年目なんですよね。じゃあその1年前ぐらいに私塾に来られて、はい、その時が確か担当講師が起業だったんですかね。あ、そうですね、はい、僕のとこに来てくれて、僕にサポートさせてもらったんですけどね。はい、で、もともと独立したくて会計士の資格取ったんですけども、やはり自分にはなかなか営業力がないというのが分かってきまして、でずっともう10年近くもやもやしてたんですね。10年、長いですね。で、なんとかしないといけないなと思って、で私塾を見つけて、で、清永さんのクラスに入って、で、それやっぱ思いが変わったんですよね。今まではやっぱ営業力ないから難しいなと思ったんだけども、ちょっとこれ自信ないけど、いや、とりあえずやってみようかなって気になって、でそれを、背中を押してくれたのが清永さんだったんですよね。どうですか、清永さん、当時の足立さんを見て。いや、当時からあれですもん、もう本もお書きになっていたし、あれです、楽天証券さんの、あれ、コラムっていうのかな、コラム1万人読むコラムですよ。1万人の、その、もう超人気コラムを書いてたりとかして、これなんで来たんかなってよく思ってたんですけど、成功するよ、ただでもそのやっぱね、当時の足立さんと今の足立さんを、普通にこう見させてもらうとね、今の足立さんの方が魅力的です、と思います。はい、さあ、もう清永さんのおかげということで、そういうことで気持ち悪い感じになるんで、さあ、言わせてる感じですか、清永さん。いえいえ、とんでもないです。いや、なんかやっぱ硬い感じはしましたよね。でも最初来やった時は、こう言うとあれですけど、なめんなよみたいな俺を誰やと思ってんねや感じは若干あったかなと思って、それがもう日に日にそうじゃなくなって、私塾でこう他の仲間もいるじゃないですか。そうですね、そういう人たちにこう、アドバイスをしてあげたり、サポートしてあげたり、貢献してあげたりみたいな風に足立さん自身が多分変わらはったやつですね。まあ、それだから私が変われる場所を提供してくれたっていうことかもしれないですよね。私塾っていうのはね、同じ目標を持った仲間と一緒に過ごすと、そういうのはなかなかなかったですからね、今まで。どっちかというと一人で戦ってるからそうですね、あったっていうことなんですね。なんか一見ね、公認会計士の資格を持ってるとそれだけで成功しそうなイメージがあるんですけど、やっぱそういうだけじゃやっぱ難しいなって感じたんですね。そうですね、もう今会計士税理士業界は競争が激しいん で、私会計士ですって言ってもなかなか仕事取れないと、それが営業苦手でちょっとなかなか難しいなって思う要因でもあったんですよね。で、私塾に来て、なかなか会計士ってだけだと難しいので、じゃあ自分が持ってる強み何かなと思ったところで、それまでの株式投資の本出したり、楽天証券のコラム書いたり、全然会計士とはね違う分野なんだけども、そこがやっぱり自分の強みかなと思って、じゃあこれ前面に押し出していこうというふうに決めて、で、株式投資の塾を立ち上げたということですね。はい、株式投資の塾には結構人集まってるんですか。そうですね、毎回20〜30人ぐらい、少人数でやるって決めてるんで、あまり人数多くならないようにして、できるだけきめ細かなサポートをして、成果を出してもらうというふうに
心がけてます。僕も昔株1回だけ買ったことあるんですけれども、まあえらい目に遭うわけですよね。これ何も考えずにやるとやっぱり大変なことになって、そういう当時の五十嵐君が例えば足立さんとかに会ったら、うん、そのやり方をちゃんと教えてくれた、うん、そんな感じなんですね。そうですね、まあ、これ株式投資の塾やろうとした、まあ、理由は、まあ、当然、まあ、それをね仕事としてっていうのもあるけれども、うんうんうん、まあ、いろんな人と、まあ、個人投資家の人と今まで会ってきて、うん、もう本当にひどい状況でもうみんなうまくいってないと、でなんでうまくいってないのかなと思っ、まあ、考えたんですけども、うんうん、正しいやり方をどこからも教えてもらえてないんですよね、うんうん、で学校でも教えてくれないし、うん、で証券会社行ったらおすすめ商品買わされて終わっちゃうし、そうですね、うん、で結構みんな、なんとなくやってなんとなく失敗しているという状況だったんで、まあ、これをどうにかして変えたいなと、うん、で私の塾に来ていただいた方は正しいやり方を知ってもらって、うん、で、うん、まあ、資産を作ってもらって、うん、でこう楽しい生活を送ってもらえたらと、いいですね、そういう思いも結構強いですね。足立さん自身も今楽しい生活を送られてるんですね、今の話だと。まあそうですねやっぱそのお金の悩みがない、ね、軽くなるだけで、うん、だいぶやっぱ暮らしも楽しくなりますからね、はい、うん、やっぱ愛妻家の足立さんならではの今の楽しみをね伝えてらっしゃると思いますがそういったことをやられて、やっぱ会計事務所っていうのを今やりながら、はいはい、そういった株式、うん、投資塾っていうのをやって、はい、将来的にこういう事業をどういうふうに広げていきたいかって何かイメージあるんですか？そうですね、今、まあ、会計事務所と株式投資塾っていうのは、まあ、2つの事業が別々になってるんですけども、うん、まあ、最終的にはそれをなんかこう1つにして、はあはあ、だ今ね、個人投資家の困ったを解決する公認会計士ということでやらせてもらってますけども、その困ったっていうのが、うん、この株式投資の話だけじゃなくて、な、まあ、税金のこととか、そうそう、お金のこととか、そういうのも含めて、うん、まあ、私のところに、ね、来ていただいてご縁があった方には私が、まあ、できる限りの、ね、サポートをできるような、まあ、そういう体制を作っていきたいなというふうに思ってます、うん、いいですね。足立さんでもあれじゃないですか、もう寝る間もないぐらい働いてるっていうことも聞きますけど、まだ大丈夫ですか？まあ、確かに忙しいんですけども、はい、やっぱりその先ほどね申し上げたように、はい、まあ、株式投資でみんな困ってるので、はい、まあ、なんとかしてあげたいなっていう気持ちがね、うん、まあ、それを自分を動かしてる力かなと思ってますんで、うん、まあ、倒れない程度に頑張ってやっていきたいと思いますはい、なるほどなるほど、うん、まあ、お忙しいっていうことだけだと、うん、前勤めておられた時も多分忙しかったんちゃうかと、うん、その時と今っていうとやっぱ違いがありますか？うんうん、違いますよね。やっぱ勤めた時の忙しさっていうのはどちらかというと、ね、はい、他の人から指示を受けて動くっていう感じでしたけども、うん、今はもう自分がね自由にこれをやるって決めて、でそれの目標に向かって進んでるわけですから、まあ、やっぱやりがいっていう面がね全然違いますよね。なるほど、そうですか、はい、面白いですね、ありがとうございます。まだまだちょっと話を伺いたいところなんですけれども、あっという間に、ね、もう時間が来てしまいまして、本当にありがとうございます。ありがとうございます。まあ、足立さんですね、まとめるとというか、公認会計士、税理士という資格を持ちながら、うん、でもなかなかその企業に踏ん切れなかった、うんうんうん、でも成功要因ってあれですかね、うん、まあ、とりあえずやってみたっていうところですね。まあ、そうですね、やっぱり一歩踏み出す、まあ、それを獅子塾で、ね、きっかけをもらったっていうところかなと思いますね、うん、なるほど、ありがとうございます。とりあえずやってみる、はい、迷っているならやってみるってことですね。わかりました、足立さん今日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。独立開業の知恵袋、獅子塾塾長五十嵐和也の先生業に聞きたい放題、知恵の場オフィスよりお届けしました。また次回もお楽しみに。クリスタルビジネス情報番組、クリスタルビズ、ビジネスにプラスワン。番組の提供はシェアーズモール株式会社。番組への参加リクエストは大歓迎です。ツイッターアカウントはアットクリスタルアンダーバービズ、ホームページはカタカナで、ごめんなさい、数字で8181 0
クリスタルと検索してください。もう一度言いますね、数字で81810クリスタルと検索してください。先ほどのね、音符ちゃんとねウーさんのバッジのね、ちょうだいっていうのもねこちらのホームページ、はい、もしくはね、松パパのね今日ねバッジのね写真あげますからねそこにね、はい、ちょうだいのコメントくださいね。でそしてね今日ねすごく天気がいいんですけれども、うんスモーク気象情報ね光化学スモークの情報が出ております。関東地方の一部の地域では本日昼過ぎから夕方にかけて光化学スモークの発生しやすい気象状態となるでしょう。関東地方では晴れて日射が強く日中の最高気温は30度以上に上がるところが多い見込みです。このため茨城県、群馬県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都では昼過ぎから夕方にかけて光化学スモッグの発生しやすい気象状態となる見込みです。野外での活動に十分注意してください。次の番組はキノポップさんのレディオジュークボックス。午後のひとときどんな曲が流れるのか楽しみです。失敗も成功もすべて経験、今日しかないステージの始まりにプラスワン。クリスタルビズまた来週お楽しみに。最後は CM 曲ね、ジェットから曲をお送りしましょう。はい、石川優子シンデレラサマー。